皆さんこんにちは、ハロー通訳アカデミーの、上山です。今回は、2017年度通訳案内試験、日本歴史対策 YouTube セミナーをお送り出します。資料に沿って解説をしていきたいと思いますので、まず資料を印刷してからこの動画をご覧いただきたいと思います。でまず最初に、合格への道というところですが、かを知り己を知れば百戦危うからずと申します。まず記述問題、3、4年分を見て出題傾向、自分の強い分野弱い分野を知ることが全ての出発点になりますと。試験も間近に迫ってきましたので、せめて2016年度と2015年度の2年分についてはきちんとご覧いただきたいと思います。で下に試験問題、それから回答を掲載してある URL を示しておきました。それから同時に受験の感想から合格体験記も読むことをお勧めいたします。合格者の足跡をたどり、合格への道のりを追体験していただきたいということになります。で、受験の感想合格体験記はですね、合格への道筋を示してくれますと。また勉強に行き詰まった時にですね、受験の感想合格体験記を読むと必ず道が開けますと。こう車で言えばナビゲーターのような、そういう役割をしてもらえると思いますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。次に、日本歴史の試験の方法と、合格判定のお話になりますけども、これは JNTO が公開しております通訳案内試験ガイドラインをそのまま、持ってきたものですけども、試験は外国人観光客が多く訪れている、または外国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する日本歴史についての主要な事柄及び現在の日本人の生活文化価値観等につながるような日本歴史についての主要な事柄、日本と世界との関わりを含むと、ここちょっと重要なので下線引いておきましょうか。日本と世界との関わりのうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての、基礎的な知識、基礎的な知識、下線を引いていただきまして、中には若干難しいものも当然入っているわけなんですけども、で試験の方法はマークシート方式になります。試験時間は40分で、試験の満点が100点で、問題の数は40問程度ということで、内容は地図や写真を使った問題を中心としたものとすると。これちょっと下線引いてくださいね。地図や写真を使った問題を中心とすると。で合格判定ですけども、合格判定は原則として70点これをくるっと丸してください。合格基準点として行うと。で実際の平均点が合格基準点から著しく乖離した科目については、これをですね、事後的な調整を行うこともあると、こういうことでございます。でこの合格基準点というのはそもそもどういうものかといいますと、この JNTO さんが各科目の出題者に問題の作成を依頼するときに、平均点が
この日本歴史であれば70点になるように問題を作成してくださいと、こういう依頼をするようになっております。で、平均点が70点を想定した科目はですね、外国語の筆記試験、それから日本地理、それからこの日本歴史になります。で、一般常識につきましては、以前は日本地理日本歴史と同じように70点だったんですが、現在はこれが60点になっております。なぜか、各出題者の方はそれぞれJNTO さんの希望に沿って平均点が70点になるように作っていたんでしょうけども、なぜか一般常識だけが、他の科目地理歴史よりも大体10点程度は必ず低くなったと、こういう経緯がございまして、それで現在地理と歴史は70点、一般常識は60点と、こういうふうになっているわけでございます。はい、では次をちょっと見ていただきますと、次のページを見ます。日本歴史の問題作成委員の変遷というところで、マークシート方式が採用されたのが2004年なんですが、この2004年度からですね、2016年度昨年までの出題形式、内容、配点構成、こういったものを分析しますとですね、この日本歴史の問題作成委員の方がこれまで3名ではなかったかと、こういう推測ができるわけでございます。で、A 氏が2004年から2005年と、 B 氏が2006年から2014年と、 C 氏が2015年と2016年、2年分と。で、その C 氏が2017年度を担当するかどうかは、これはもちろん不明ですがですね、本年度2017年度を受験する受験者としてはですね、2015年2016年の出題傾向はよく見ておくことが大切であると。当然この C さんがですね、今年も出題をする可能性がある、あるいはかなり高い確率であると、こういうことは当然想定されることです。なので受験者としてはそういう心構えで準備をするというのは至極当然のことだと思います。次に、日本歴史の大門小門の配点構成ですけども、これも出題者の方を特定するといいますか、A さん B さん C さん、このように区分けをする有力な手がかりになるわけですけども、最近ですと2011年から14年度がですね、大門が1から6の6問ありまして、で各小問がですね、このように10代5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 代10代とこういう形で点数の配点も全く同じという形でした。で、これが2015年と16年になるとこのように変わってきています。はい、で問題の内容をあれこれ分析しますと、ここでですね、2011年から14年までの出題者の方、これ上で言うと、11年からですと、B さんですねとこの15年16年を作成した C さんとは違うだろうと、こういうことでございます。で、無料学習サイト、これは
利用しておられる方もたくさんおられると思いますけど、再度ここに URL を、つけておきましたので、これもぜひ活用ですねしていただきたいと思います。特に、4番目のこの写真問題対策のですね、フラッシュカーズデラックス、これは非常に写真対策に有効ですので、ぜひともこちらの方の学習法をご覧になって、今からでも遅くありませんので、ぜひ勉強していただきたいと、こういうふうに、ゲーム感覚で勉強できます。はい、それからこのフラッシュカーズデラックスでもですね、上の特訓1800台ございますが、これ4択の問題形式ですけども、同じように勉強できると、こういうことにもなっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは次に、2017年度は写真問題、世界遺産が合否の鍵と、書いておきましたけど、どういうことかと、拝点の約6割を占める、写真問題が合否の鍵と、ここ2015年度16年度の取材者、その取材傾向から、2014年度以前の取材者とは明らかに違う取材者と考えられると。2015年16年の問題の大きな特徴、はい、ここに2つありまして、写真の多様と、写真をたくさん使っている、それからあと世界遺産からの出題が多いと、この2つは際立っていると思います。で、2015年度には写真が12枚、2016年には17枚の写真がです、それぞれ使用されまして、写真問題が占める配点が、15年が59点で、16年が64点と、写真問題を制する者が合格するみたいなんですね、合格の鍵と言えるような状態ということです。はい、で、次に世界遺産の寺神社の占める割合が、これまた高いので注意と。で、写真問題の中でですね、世界遺産の寺神社の占める割合がですね、15年は 67%、 約7割、16年は 50% ということで、半分以上となっていると。特に寺神社の写真は要注意と、そういうことでございます。はい、で、対策なんですが、これはガイドラインの、どういうことかというと、内容は地図や写真を使った問題を中心にしたものとするに従ったものであるがと、主題者の方が当然このもうガイドラインを見てるわけですから、そして、このように15年16年、写真をたくさん使います。すると2017年、今年もこの傾向は引き継がれるものと、予想されると、誰が考えても、そういうふうに考えると思います。したがって受験者は、先ほど少しご紹介しましたけども、このフラッシュカードデラックスですね、暗記カードアプリですけど、の日本歴史に出る写真、ここにはですね、138枚でご用意しております。これをしっかりと勉強していただきたいと、こういうふうに思います。はい、それから地図なんですが、問題を見ていただくと分かりますが、2015年は地図がなかったんですね。で、2016年にですね、地図が出てきました。ということは、これが同じ出題者であるならばですね、15年がなかったと、で16年につけたということは、15年につけなかったので、これはちょっと片手落ちだなと、16年はやろうと、地図を出そうという意識でこれ出してますので、同じ出題者の方が問題作るんであれば、今年必ず、いいですか、今年必ず
地図のものだけ出ます。これもを考えてみれば、まあ、至極当然、誰が考えてもまあそのように、まあ、結論になるだろうとこういうふうに思いますけども、で次に、まあ、その根拠といいますか、2015年度16年度に取材されたその写真問題の内容と配点をですね、ちょっと私がちょっと詳しく調べてみたんですが、15年度、まあ、写真問題の合計が59点でして、まあ、大門の1はですね、まあ、まあ、世界遺産に関わる写真ということで、まあ、ちゃんと前置きをしてですね、まあ、出しているので、これもちろん全部世界遺産の、まあ、ものが出題されたと、まあ、こういうことになります。よろしいですか。それから大門の2のですね、この自称寺、それから桂離宮、これが世界遺産で、八坂神社は建物自体は世界遺産ではないんですが、まあ、ちょっと覚えておいていただきたいのは、まあ八坂神社が主催する祇園祭りですね、これが世界無形文化遺産になっております。はい、それから伏見稲荷大社というのは、これ外国人に非常に人気が高いんですね。こう赤い鳥居がずっとこう何百も並んでる印象的な写真、皆さんもご覧になったことあると思いますけども、ところが伏見稲荷大社は世界遺産には組み込まれていないんですね。はい、まあ、人気はかなり高いけども世界遺産ではないと、まあ、こんなことで、それをまとめてみると寺神社の占める割合が12門中8門で 67% で、世界遺産がなんと9つも出ていると、こういうことですね。で、この16年下見ますと、写真の問題の合計が64点、そして、まあ、大門の1と2のところをですね、こう写真出たものだけピックアップしたんですけど、法隆寺の夢殿から薬師寺ですね、で東大寺で、右側に世界遺産の指摘をしておきました。そうすると法隆寺から薬師寺、東大寺から平等院、法王堂、大覚寺、こんなところが世界遺産。これ17枚のうち、5点ですね、5点が世界遺産になっている。でと次のページ見てみますと、上の方に、長谷倉常長の、まあ、肖像画ということがありますけども、その下18門のうち9門、これが寺神社が 50% で、世界遺産が5つ。ですから15年と16年の問題を見ますとね、まず写真が多い、それから世界遺産関連が多いと、まあ、明確な傾向、出題傾向を見て取ることができますので、受験する方は、このことを大前提に準備をこれから追い込みに入らなければいけないと、まあ、こういうことでございます。はい、で出題が予想される写真というところですけども、これまあほとんどこのフラッシュカーズデラックスに、入っているものですけども、まあ、ずっと上の方から、これまあ16年昨年土偶、まあ、銅鐸、埴輪なんかがこう、まあ、出てまして、で法隆寺が16年出てましたね。で法隆寺関係だけでも久世観音とか百済観音とか金堂、それから釈迦三尊とか、あと金堂陛下も有名ですけども、まだまだこう法隆寺出る可能性があるわけですね。だからこれはもう要注意です。法隆寺要注意。それから薬師寺
もうですね、まあ、近藤が出たんですけど、これもやっぱり有名なあのとうとうですね。これなんかもうすぐに出ても不思議ないわけですけども、それから下を見ると東大寺、東大寺が、2015年と2016年に、まあ、大仏殿と正倉院が出ております。はい、これあと他 の、 あの東大寺の南大門であるとか、福賢者観音像だとか、まあ三月堂であるとか、こんなものも当然出る可能性が高いので、法隆寺と同様に、東大寺要注意と、まあ、2度あることは3度あるというのであれば、15年が出た、16年出た、17年も出たと、そうすると、東大寺3年連続と、まあ、こんな風にもなるわけでございます。でちょっと目立ったものだと、まあ、平等院の鳳凰堂というのは、2006年以降でこんだけ 1,2,3,4,5 回も出てる、まあ、それ以前ももちろんたくさん出てるんですけども、これはあの10円玉 の、 あの裏のですね、あの建物がこ の、 あの平等院、まあ、鳳凰堂、なんですけど、まあ、回数でいうと、まあ、一番多いかも分かりませんね。これ要注意ですね。はい、それから厳島神社、これが15年に出ていると。あとは、まあ下の方ずっと行きますと、まあ、出そうなものいっぱいあるんですけど、次の方行きますと大覚寺、八坂神社、伏見稲荷、自称寺、東宮堂と、こんなところが15年出てますね。はい、で下の方に行くと桂離宮、これも世界遺産ですけども15年に出ていると。でもうご来週、これが2016年、姫路城世界遺産2015年ということ、これもずらずらと、出そうなものが、もう日光東照宮、あるいは陽明門なんていうのは本当にもう最右翼と言ってもいいかも分かりませんね。はい、そして下の方に行きまして尾形光琳、それからあの葛飾北斎の富嶽三十六景、広重の東海道五十三次、こんなところもあのもう出て全く不思議がないと。でこれまあいちいちちょっとご説明のする時間ありませんので、まあ非常に出やすいものだということでよく勉強しておいてください。はい、で次にまあ予想問題ということで、まあ、重要事項のまあまとめという形でこれまでもお出ししていたんですけども、それをあの少し改良したものをここに掲載をさせていただきました。まあ、まず文化で、丸々文化、これ2016年の昨年の2番にですね、これがあのいくつか出ておりましたね。こう縄文文化とか、古墳文化ですね、あと天平文化も出てました。はい、であと下の方に北山文化、東山とかあるんで、まあ、北山文化は足利義満との関連において、覚えておくこと、これはまあ金閣寺ですね。それからあの東山の方は義政で、これからの銀閣寺という、まあ、リエゾンで覚えておいていただくとよろしいかと思います。一番下に詳しくは下記の日本史の時代区分と各文化と、これは私があの作成をしたあの、まあ、Excel で作った一覧表なんですけども、非常に見やすいといいますか、分かりやすいあの時代区分と各文化の特徴なので、こちらぜひあの印刷をしてですね、見ておいていただきたいと思います。はい、それから次ですが、で日本 の、 あの世界遺産、まあ、あの先ほど来あの見てきましたように15年16年世界遺産があのたくさん出ていると。で、そこをちょっと見てみますと、まあ、世界遺産、まあ、World Heritage、まあ、これ、まあ、見ていた 読んでいただけばいいん で、 でユネスコを問う問題が2011年度に出ている、あと平泉が2012年に出ている、で文化遺産が16件で、自然遺産が4件、
で合計20件が現在登録されていると。で文化遺産がそこに16件、カルチャーヘリテージで、右側に何年に出たかということも書いておきましたね、はい。で法隆寺は2000、これ15は抜けてますかね、15も出てるし16も出ていると。姫路城が、15と、これ2つダブっちゃいますかね、はい。それから厳島神社、こと奈良の文化財、東大寺が15年、それからあと16年も出てましたね、はい。それから下の明治日本の産業革命遺産、これ15年と、なぜかの自然遺産がまだ出てないんですね、はい。なので、15年と16年と同じ出題者の方でやると、今年は少し趣向を変えてですね、自然遺産行こうかと、こういう可能性もございますので、こちらも何て言いますか、準備をしておいていただきたいと思います、はい。次にお寺と神社は日本の観光資源のですね、中核を成すと言ってもいいぐらいのものなんですが、そこに、重要なものをちょっと挙げておきました。法隆寺から始まりました、2年出てますね、薬師寺、甲府寺、東大寺2年出てる、東照大寺2年出てる、法隆寺も東大寺、東照大寺、これみんな世界遺産になります。当然薬師寺もそうですね、はい。次のページご覧いただきますと、あとは中尊寺、ここから、ずっと下の方ですね、もういちいちちょっと解説をしてくる時間もないんですが、永平寺が15年に出てましたね、はい。これ2006年7年も出ても要注意ですね、はい。それから、建長寺であるとか久遠寺、円空、これもずっと大事なもの、大徳寺、はい。天龍寺、宗国寺、寛永寺と、これ全部、全部こう重要ですね、はい。で遺跡、これ14年とか10年に結構出たんですね、ちょっと間が空いてますけども、また出る可能性がありますので見ておいてください、はい。城と史跡ですが、鹿の島あたりから、これ江戸時代に菅野南和の国王院というのが、ここから出たと、お百姓さんが畑を耕していたらですね、この金印が出てきたと、こういう話なんですけど、一説にはこれ偽物だと、そういう見解もあるみたいですけど、太宰府、水木に伊沢諸通、はい、これもよく出てます、はい。次のページ、多賀城からずっと来まして二条城、これが出てない、最近出てないのがちょっと不思議かなということで、これ世界文化遺産、古都京都の、お寺と神社がよく出て、なぜ城が出ないか、ぜひ今年出していただきたいという感じがしますね、はい。それから、乱、事件、戦争などということで、上の方からこの右側の方、2016年に、出たものはですね、2016と書いてあります、はい。文芸公安の、これは16年、昨年出てますね、はい。それとか、ずっと下の方を見ていただきまして、出そうなものばっかりですね、はい。次のページをご覧いただきますと、昨年出たものはこの辺りにはないですけども、過去に出たものばっかりですから、一応見といてください。
遣隋使、遣唐使、これはまあ、奈良時代、平安時代に、まあ、中国とのですね、関係において非常に重要な、まあ、外国との関係という、まあ、このガイド試験の、日本史の一つのテーマでもありますので、重要視される可能性があります。はい、から法律条約というところで、条約式目から始まりまして、ずっといろんなものがこうありますね。はい、まあ、外交関係という、まあ、ことで言えばですね、日米和親条約、まあ、ペリーが浦賀にやってきたのが1853年、まあ、4隻の黒船で来て、開国しなければ江戸を火の海にするぞという、まあ、恫喝外交と言います。これは当時、まあ、なぜ開国を要求したかというと、アメリカからですね、日本の近海まで捕鯨船が来ていたんですね。で、クジラを取ってた。で、アメリカ人クジラを食べていたのかと、まあ、食べていた方もいたかも分かりませんけど、これは鯨油ということで油を取ると。これは灯油にもなるし、それからもうすでに産業革命が始まっておりまして、機械油にですね、この鯨油が必要であったと。ですから、まあ18世紀にですね、イギリスで始まった産業革命も、アメリカはその黒船、蒸気船があるわけでございますね。ですからこういう機械の油、これが大量に必要になってきたと。こういうことで日本近海も、ですからそのアメリカ人の漁船に対してですね、水食料を与えてくれと、でそのために開国してくれと、こういうことが根底にあったわけであります。今日本がクジラを取ることですね、非常に世界中から非難を浴びておりますけども、時代が変われば、ああそういうことだよと、こういうことでしょう。日米修好通商条約と、これが1850、これも重要な、別名神奈川条約と言いますかね、神奈川で締結したものですから、ごめんなさい、和親条約ですか、こちらが神奈川条約、神奈川で締結したと。そして大日本帝国憲法発布から始まりまして、ずっと日英同盟、1902年ずっとこういろいろとありますね。サンフランシスコ講和条約、平和条約、次に政治史、まあ、関連の人物ということでですね、これも重要なもの。上から3番目に中富の鎌足り、これ後の藤原の鎌足りですけども、これが2016年、昨年で取りますね、まあ、大化の改新の中心人物、まあ、中野大江寺と、中野大江の王子と、まあ、中富の鎌足りがですね、まあ、一緒に行った大化の改新と。そして、まあ、この辺り、重要な人がいっぱい出てきますけども、で次のページ、北条泰時、条映式目で有名ですね。北条時宗、まあ、文英の駅とか公安の駅で元の軍隊を撃退したと。そしてずっと来て、足利の義満が16年、昨年出てますね。はい、金閣寺を建てたと。それから日民貿易、官合貿易を行ったと。この辺りですね。あと義政、これはセットで動いていただけたら結構ですけど、先ほど言いました銀閣寺を作りました。はい、で東山文化ということですね。まあ、信長もう言うに及ばずと、豊臣秀吉、黒田治水、これは日本こう NHK の大河ドラマでありましたけど、家康、ずっとこう
新井白石がよく出るんですね、これ、はい。14年まで出てました、こんだけたくさん。まあ西洋気分などを表しております、はい。そして、間宮林蔵、伊能忠、こんなのも出ましたね。これ私の時に伊能忠敬を書かせる問題が出たように思います、はい。坂本龍馬、これちょっと最近出てないんですけどね、まあ、出ても不思議ないだろうと。この日本をもう一回選択してやろうと、クリーニング屋さんのこと言って方ですけども、昨年私はアメリカ の南北戦争の激戦地のゲティスバーグというところに来まして、これが1861年から5年ぐらいでこう集結して南北戦争ですね。これ当初よりもなんか1年ぐらい早く終わったかなという説がありまして、でそのゲティスバーグの戦いっていうのは北軍とですね、南軍の激戦地で、3日間か4日間で約5万人が死んだという大変な激戦地、そこをちょっと見てきました。まあ、日本でいうと関ヶ原の戦いで、それで大量の武器が余ってしまったんですね、はい。で、これに目をつけたですね、武器商人がですね、武器商人というのはドラッガーの需要を販売とは需要を創造することだという言葉がありますけども、戦争を引き起こしたいわけですね。戦争がないと武器を買ってくれないと。それでイギリスの武器商社、元香港の代表だったグラバー、これは長崎にグラバーが支店を出しまして、でいち早く南北戦争で大量の武器が余ったと。情報でこれ日本でですね、幕府と薩摩長州がこういがめ合う状態を見て、でぜひ戦争を起こしてほしいと。当然グラバーは兵器武器商人ですから、ね、それで薩長同盟の前にですね、もうすでに武器を発注していたと。でそれを長州は幕府にちょっと反抗したりしてですね、長州藩は自分で武器を買うことができなかったので、坂本龍馬が仲介をしましてね、薩摩の名義でグラバーから武器を買って、それを長州藩に横流しをしたと。で当時薩摩はちょっとお米が足りなくて、で長州はお米が余ってたん で長州はお米でその武器を大量に買って、そして薩長同盟が、薩摩その時に、もちろん龍馬が暗躍したんだと思うんですけども、そして朝廷のですね、錦の御旗を得てですね、江戸城無血開城と、こういうふうに、でその辺の流れが昨年来その南北戦争のこといろいろと調べる中でですね、こう分かってきまして、で坂本龍馬は日本で初めての株式会社のような組織を作りまして、そしてこの武器の、グラバーの仕事を手助けしたと、手助けと言いますかね。でもちろん仲介料として多額のお金が入ってきたんで、毎日京都でどんちゃん騒ぎと、こういうことであったそうです。ちょっと龍馬の話申し上げましたけど、今年出てほしいですね、はい。
と、みんなこれもう出そうですけど、次のページ。はい、キリシタン大名。これは2007年と2009年にずらずらっと出て、出るときはワンセットで出ますんで。それから奥州藤原氏、これも2011年にずらずらっと出ました。で、14年には清平が出たと、こういうことですね。はい、僧侶、あと神道家という、最澄、天台宗、比叡山、空海、真言宗、高野山、これを結びつける問題も今までにもう何回出たか分かりません。でこれ私覚え方はですね、最澄の最と天台宗の天、比叡山の比で語呂で最天比、最天比と覚えました。で空海の方は空海真言宗の真、高野山の方で空心光、最天比に空心光、これも語呂だけなんですけど、これだけちょっと頭にインプットしておきますと、これをつなぎ合わせる問題が出た時に有効になるかと思います。原神もよく出ますね、これ神宗図で、著書は往生要集ということで、日本浄土教の祖とされるということですけど、これは往生要集というのは、言ってみると極楽浄土の傾向と対策と、こういうような感じの本だそうです。私は今まで読んだことはございません。はい、で空也とか、荒野とも言いますけども、あとは、あと法然、あとこの法然、永斎、親鸞、道元、日蓮、一遍、これ全部くるっと回してくださいね。でそれぞれのどの宗教の開祖かということは覚えておいていただきたい。法然が浄土宗、浄土宗くるっと回る、永斎、これが臨済宗、親鸞、浄土真宗、道元、曹洞宗、日蓮宗、一遍、次宗ですね。私が受けた時はマークシートではなくて記述式だったので、ここに親鸞の乱という字も何十回書いてあるか分かんないですね。はい、それと比べると皆さん のマークシートは楽ですね。漢字書く必要一切ないわけですよね。はい、頑張ってやってください。はい、次、みんな有名、大事な人ばっかですけど、芸術家、これ蔵造りの鳥と言いますね。蔵造りの鳥、鳥武士、これ有名なのはこう釈迦三尊像ですね。こんなのも出そうですけどね。紀貫之、これが、15年か16年、土佐日記が出ましたね。はい、情緒、これは平等院法王堂の阿弥陀如来像ですね。非常にこれ重要ですね。はい、もう何回出たか分かりません。あと運慶、会慶、この辺りも重要ですね。はい、摂宗、はい、加納永徳、これもよく出ております。はい、あと三楽ですね。で松尾芭蕉があったりとか、あと渡辺崋山もよく出ましたね。広重に北斎、東海道五十三次、富岳三十六景、これ観光地との関わりも出てきますしね。写真なんか出やすいですね。はい、で次のページ、三筆、こういう三筆三席とかね、こう出しやすいですよね。はい、空海、橘の早成と言います。あと嵯峨天皇、これ9世紀で、三席が10世紀、小野の東風、藤原の猿、藤原の行政、あるいは藤原の後世と言います。はい、室町時代に活躍した水墨画家、明兆、除雪、秋分、雪舟と、
これはワンセットで覚えておいていただきたいと思います。仏像、学者文人、安倍の中丸、菅原道真、ね、ずっとこう来てますね。あとは千利休、豊臣秀吉に自殺に追い込まれましたね。で藤原の聖火慶中から始まってずっと、あと新井白石、これよく出るんで、これくるっと丸ですね。新井白石、これ徳氏世論と西洋気分、これとの関係、あとは聖徳の治というですね、まあ、大変優れた政治家でもあったわけですけども、あと荻生徂徠、前の良卓と杉田玄白、これくるっと丸してください。このターヘルアナトミアが2016年昨年出ております、はい、あとこれこう解剖書ですね、はい、日本名は解体新書と、まあ、解剖学の教科書、日本で初めてかもしれませんね、はい、そして青木昆陽、あと大月玄卓という方、これも重要で、この大月玄卓というのは前の良卓と杉田玄白の弟子なんですね。でそもそもこの玄卓というのは杉田玄白の玄と、それから前の良卓の卓、これを2つ合わせて玄卓と、分かりやすいですね。これ逆にすると前の良卓の良と杉田玄白の、白をもらったとすると、大月良白になったかもしれない玄卓と、こういうことでございます、はい、でこれは大月玄卓の書いた有名な本に、この蘭学海底と、海底というのはこれラダーですね、はしごという意味、まあ、はしご段を登るように蘭学を勉強していこうよという、そういう意味合いなんですが、まあ、蘭学の入門書、これ私高校の2年生の時にですね、この日本史の中間試験か期末試験にこれ出たんですね。でその大月玄卓が書いた本の名前書けと、蘭学書いてとか漢字が分かんなかったんですね。で、まあ、漢字が書けないともうこれはアウトなので、まあ、一計をちょっと案じまして、ちょうど物理の先生がですね、受験参考書でですね、物理根底500題という受験参考書を出してたんですね。もうこれ欄が書いて分かんないから、まあ基本書だということで、まあそこだけ空欄で出すというのは私の美学に反するので、私これですね、蘭学根底500題ということで出したんですね。そしたらですね、答案をクラスで先生が配った後にですね、あろうことかこのクラスにこの蘭学海底の代わりに蘭学根底500題と書いた生徒がいると、でえらい叱られましてですね、なんでそんなに私叱られなければいけないのか、ちょっと謝礼の意味もあったんですけど、なんで先生あんなに怒ったのか、いまだに謎なんですね、はい、蘭学会で確かに蘭学根底500題はないかなと、日本史の先生大変申し訳ございませんでした。これ出てくれると今年嬉しいですね、はい。高野長英、これは晩舎の獄で弾圧されるんですけども、シーボルトに学ぶということで、
昨年あのシーボルトが出てますね、はい、まあオランダから来たんですね、お医者さんなんですけど、ということであとずっとあと福沢諭吉もここ3回ぐらい出てますけどね、これもある年度以降なのでそれ以前のちょっとあの僕の方も統計取るの大変なんで、ここで3回出てるって大変なもんだと思います。実業家、この3名、ちょっと覚えておいてください。2012年、13年ぐらい出ております。歌人、藤原の定家、新古今和歌集。これはもう本当に歌の神様と、言われてたような方でございますね。はい、小倉百人一首とであのこの方後鳥羽上皇のことをとても尊敬しておられたようで、後鳥羽上皇はあの上級の変で失敗して大きく泣かされたんですけども、その後鳥羽上皇を偲んで、でこ の実は百人一首を編んだと、こういう話もございます。はい、次の年芭蕉がおり、武尊がおり、正岡子規、与謝野晶子、歌集、ここではですね古今集、これがあの昨年出てます。古今集一番多いですね、これね、1611、14、また一番あれまた乱れ髪がまたここで下で3回ぐらい出てますね、はい、2回3回出てるっていうのも大変なもんです。はい、歴史書、古事記が2015年一昨年に出てますね、まあ、日本書紀、不動記、この辺りは3点セットで非常に重要ですね。古事記、日本書紀、不動記、そして司教、まあ、これ歴史書なんですけども、大鏡、今鏡、水鏡、増鏡と、12年13年あたりにこう出ておりますね。はい、日記、紀行、これ土佐日記が15年出てるということで、また出る可能性ありますからよく勉強しておいてください。はい、次、物語ですけども、竹取物語と源氏物語が15年、一昨年出ております。はい、それは平家物語にしようですね。また出るかもわかりません。随筆、まあ、この3つは皆さんもよくご存じだと思いますね。はい、よく出ます。小説家、まあ、こうずっとそれぞれに出ておりますので、要注意。近松門左衛門もその中でも、もう連続ですね、11年から13年まで毎年出てますね。伊原西鶴も3回ぐらい出てましてね、はい、日本と外国との関わりということで、これさっきもちょっとありましたけども、ちょっとここダブってますかね、はい、で日本に関係の深い外国人ということで、次のページで、これ最近出たのは ラスクマンです。これは15年に出ましたね。はい、それからシーボルト事件、これは2016年、先ほど申しましたが出ております。それから一番下 のウィリアム・クラーク、これが、16年、昨年出ております。ですからやはり外国人、日本と関わりのある外国人の方は、まあ、重要だよということでございます。あと次のページのフェノロサですね、これも昨年出ておりまして、これフェノロサは2006年、10年、11年、13年、14年ともう、まあ、ずらずらっと出ております。まあ、東京美術学校を、まあ創立したということで、このリエゾンで覚えておいていただきたいと思います。はい、
外国船に関わる事件、一応まとめておきましたので見ておいてください。教育機関、これ手芸七院、空海のですね、庶民教育、手芸七院。鳴滝塾、これシーボルトが長崎の郊外鳴滝という場所に作ったんで鳴滝塾と言います。はい、松下村塾、はい、敵塾、小型公安、はい、そして重要施設、八幡製鉄所、これがなんか3回ぐらい出てますね。はい、次のページ、重要名数、先ほどもありましたが三筆三席とかですね、御三家、これ闇の御三家、闇の御三家は JTB さん、はい、三大改革とかですね、四天王、五街道、五街道どっか出てましたね。はい、地理で出ても、まあ、地理で出ても不思議ないし、これ世界遺産などは本当に地理でも出るし、一般常識も出るし、歴史でも出ると、もうオーバーラップしてますので、しっかり勉強しておいてください。はい、歴史用語、封建、封建っていうのはもともと中国の言葉でですね、これ国を封じて、違う、土地を封じて国を建てると、封建時代というのはやっぱ封建領主がいますよね。封建領主って一種の、まあ、広域暴力団ですけど、広域暴力団というのはそれぞれ支配する縄張りがあります。まあ、縄張りを風土、封建領主の、まあ、土地ということでは風土、それをですから土地を封じる、封じるというのは、まあ、結局縄張りを作ると、土地を封じて、そして建国ですね、国を建てる、でその封建と、こういうことで封建という言葉ができたそうでございます。はい、博物館、これ一番下の九州国立博物館は2016年に出ております。はい、他の博物館ももちろん出る可能性ありますので、しっかり勉強しておいていただきたいと思います。次に南蛮貿易、鎖国、それから開国、明治維新と、日本と外国との関わりはですね、通訳案内試験、日本歴史の重要なテーマと、これはガイドラインの方にも書いてありましたね。まあ、細部、細かなところまで覚える必要はありませんけども、まあ、大きな流れだけは押さえておいていただきたいかな。あとは幕末から明治維新というのはやはりよく狙われる、そういう時代でもありますので、日本は開国をしてですね、まあ、それで初めて外国人が来るようになったと、まあ、外国人観光客ももちろん来るようになったと。なのでペリーが浦賀に来た1853年のですね、ペリーが浦賀に来たことが翌年 の日米和親条約につながりです、日本が開国になったと。そして海外から多くの外国人、もちろん長崎の出島にですね、オランダ人がこう来るということはずっとあったわけなんですけども、まあこれは本当に幕府がこっそりやってたということで、一般の人はそんなに知るところではなかったということだと思います。はい、ですので、ここは細かなところまで覚える必要はございませんが、まあ、大きな流れというところで勉強しておいていただきたいと思います。もう試験も間近に迫ってまいりましたが、浮き足立ってはいけません。はい、浮き足立ってはいけません。少なくとも2015年と16年の問題はこれから試験までに5回でも10回でもいいですから、よくこう
見ていただきたい。でその頭でもってこの、 あの資料をですね、繰り返し繰り返し試験会場にも持ってっていただいてですね、もう試験の始まる直前まで、まあこう頭にインプットするようにしていただけたら大変ありがたいかなというふうに思います。はい、それでは皆さんのご検討をお祈りしたいと思います。最後までご覧になっていただきまして誠にありがとうございました。